弥彦村で今出荷の最盛期を迎えているのはブランド銀杏の弥彦銀ちゃんです。弥彦銀ちゃんは15年前に弥彦村でブランド化された銀杏で、喜兵衛という品種の中から 3g 以上の大きな粒が弥彦銀ちゃんとして出荷されます。弥彦村ではブドウの栽培が継続できなくなった畑などを活用し、銀杏の栽培をスタート。10月に収穫し、塩水につける比重検査が行われた後、選別機にかけられます。銀杏は収穫量が多い表年と収穫量が少ない裏年が交互にあり、去年は3トンに迫る豊作だったため、今年は収穫量が少ない裏年、猛暑と水不足も影響して去年よりも少ない 1.4 トンの出荷を見込んでいます。水不足に耐え、今年ももちもちした食感と甘みのある仕上がりになりました。もちもちとした噛み応えで、噛めば噛むほど銀杏特有の香りが感じられます。お酒のおつまみにも合いそうです。今年の高温なり乾燥はだいぶ心配したんですが、なんとかこう銀杏が持ちこたえてくれまして、大粒の銀杏が取れました。大粒の弥彦銀ちゃんは、その美味しさがこうそういった料理を通じて出てくるかと思いますので、ぜひぜひお試しください。弥彦銀ちゃんの出荷は12月いっぱい行われます。